の夫。毎日帰るコールをする夫。今日は、あのさ、あの、飲み会、誘われて。とうどうど、飲み会？行けばいいじゃん。どうしたの？と不思議に思ってたら、キャバクラ、誘われて。でも、浮気したら離婚だから。上司が、付き合いだから黙ってればいいとか。でも、俺離婚したくないし、キャバクラとか、そんな浮気したくないし。と泣きそうな声で言い出すので、なんか、もう、可愛くて可愛くてたまらんくて、吹き出してしまった。大丈夫だよ。浮気は嫌だけど、キャバクラぐらいなら許すよ。でも、お触りしたり連絡先交換したら家でするね。と伝えると、絶対裏切らないから。嫁ちゃん以外いらないから。と熱弁。いつも愛してると言ってきるけど、今日はいつも以上に愛してるを連呼された。ああ、この人に愛してもらえて幸せだ。